Hi guys, welcome back to my channel. 今空港にいます。今日は豪輝と一緒に北海道に行きます。めっちゃ雪だ。北海道着いたけど、やっと着いたけど、僕たち2時に14時着の予定だったんだけど、今何時？4時半過ぎてる。ああ、4時半、16時半。やばい、めっちゃ遅延してる。うわ、すげえ。すごい。荷物ちゃんと受け取った。いいよ。もう疲れてた。到着した時点で。よし、今から電車に乗って札幌駅まで向かってホテルチェックインして飯食うか。電車の下凍ってんだけど。いつの間についてるの？駅の端の。札幌駅着いたよ。やばい、白い。電池ローできる。めっちゃ凍ってます。じゃあ来たね。タクシー並びつらいな。今僕は一人友達を現地の友達を迎えてキャリーケースを持ちながらホテルに向かってます。タクシーが鬼の列だったからね、ちょっと乗るの諦めましたね。並びたくない、さすがに。ここがホテル。雪やば。うわ、よいしょ。もう雪が。いただきますと回数展開いたします。二人ともマフラー、防寒用で。俺は。キン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 。もう真っ白とかいるな。今日のコーデはこんな感じ。マジで、まあ、新鮮だからね。マジで。お、柔らか、柔らか、柔らか。キンキンに冷えてる。キンキンに冷えてる。マジで冷たい。はい、今日のコーデはこんな感じ。いいね。ふわふわ、手が一気にキンキン冷えるよね。やめようか。足突っ込めるわ。柔らかいな、やっぱまだ雪が。ね、あ、雪が乗っかってる。もっと乗っかって。スノーマジックだわ。久しぶりだ。帰ってきました。ココナッツ。お疲れ。シーフードサラダ頼みました。
鶏味噌。これめっちゃ美味しい。これやばいね。マジで美味しい。酒欲しくなるんだけど。エゾジカです。これを目当てに来ました。この黒の塩がね、俺は好きなんだよ。必食やな。これさ、木人のジンガみたいな。うまっ、うまっ、めっちゃうまい。とんぺい焼き、焼きだ。置いてもわかる、うまいって。東京じゃあんなに美味しくないの。旅行だと、うん、まあ、割りますね。わあ、うまそう。白子天ぷら、外装から見たらただの天ぷらでしかないんだけどさ、中身は白子です。めっちゃ赤くなっちゃった。目の前にカーマンションがあった。いやー、昨日までかかってる。こちらがワコリアンペラさんです。ここめっちゃ綺麗。これ僕たちが今泊まってるホテルなんだけど、外装からもめちゃめちゃ綺麗、ね、夜も綺麗だな。おはようございます。今日は撮影の日です。インスタの写真とか、まあ、なんか TikTok のビデオとかそういうの撮りに行きます。だから髪下ろした。行きましょう。Day2 ですな。 Day2 今日はね、車で移動するんだけど、レンタカー借りて移動するんだけど、このキャリーケースに2人の荷物を信号待ち。めっちゃ漏れる、めっちゃ顔漏れる。さあ、ゴーキ君の運転で今日は行きます。行きますか。よろしくお願いします。行きましょう。安全運転で、安全運転で行きましょう。安全運転で行きます。いいね。久しぶりだな、行きながら運転なんて。左方向。 I know what you've been throughAnytime fitness garden. あ、こっち通れない。セイコーマートは北海道にしかないコンビニエンスストア。うまいの。うまそうだけどさ、眩しい。全部が僕は親子丼を買いました。このカツ丼一番人気。このカツ丼成功待って一番人気。うまそう。うん、これ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 、うまいわ。でも木がマジでコットンキャンディー。うわ、すげえ。全然寒くない。
あったかい。びちゃびちゃ。びちゃびちゃ言う。眩しい。やばいぞ。変な音つくぞ。立てるか？起きれないか。マジで起きれない。ずっとそこいるの。おお。二着目の撮影。あ、かわいい。バイバイ。バイバイ。コーギーだ。タックルコーギーだ。かわいい。眩しい。ちゃんと結んで。あ、もう言う。ええ。僕たちね、ホテルに戻ってきて、今からお寿司を食べに行きます。寿司。根室花丸。また来ちゃった。ここに。やっと入れた。うまそう。うまそう。いただきます。それはね。うまっ。テッカテカや。綺麗やな。サーモンでかっ。うん。うまい？しめ鯖とイカ。サーモンのラジルとブリのラジル。うマグロですこれ。ダウン交換した。ありがとうペラダもらっちゃった。ありがとう。返さない。10万円した返して。このダウンジャケット20個買えるこれ。そう思ったら恐ろしいね。恐ろしいね。さあ、お腹いっぱい。めっちゃ食いすぎた。歩いて消費しないと。消費する。札幌テレビタウン。今の気温は3度です。昨日はマイナス5度ぐらいだったから、全然昨日より暖かい。もっと雪降ってほしいんだけどな。たぬき工事を歩いてあります。めっちゃツアリストばっかで、日本人が少ない。やっぱしっくりくるな、なんか。違う、あの、あ、そのダウン。やっぱりしっくりくる。そう、いや、それかわいいな。やっぱ俺なんか多分マットの方が似合うかもしれない。でかいからな。サイズがでかいのもあると思う。おはようございます。3日目です。今日は
札幌市内でぐるぐる回りたいと思います。朝コーヒー、朝がいい。そしてなんか向こうですごいさ作業しとるんやけど、多分札幌雪まつりっていう祭りがあるんよ、あの札幌には。それの準備してる。2度です地面、雪景色。うわ、すげえ綺麗。こんな公園覚悟で行くしかない。去年も同じところに Vlog できてるんだけど、この川の周りがもう一帯が真っ白すぎて入れない、あっち側に。道狭すぎやな、ね、開拓できなかった。道狭すぎ、もう足冷たい。今写真スポットを探してるんだけど、一面が雪すぎてさ入れない。めっちゃ積もってるから膝ぐらいまで埋まっちゃう。これ池なのに全部なんか歩いた跡があるぞ。大丈夫なんか歩いた跡があるぞ。勇者いるぞ。いや違う、でも人間じゃねえぞ。あの犬か、わかんない、野良猫かな、なんだ。駅今からご飯を求めに行きたいと思います。お腹が空いて力が出ない。これはジェントルモンスターのメガネ、おすすめの元気の出る味噌ラーメンと味玉をトッピングしました。2人とも同じやつラーメン。綺麗に食べ終わりました。お疲れ様です。ごちそうさまでした。よかった。今ご飯食べ終わって、ちょっと軽くなんか札幌駅ら辺でお買い物して荷物取ってこう空港行こうかなって思ってます。ちょっとね疲れたから、空港にね温泉あるんだよ。その温泉でちょっと2人でくつろごうかなって感じです。今札幌急ブレーキを使用することがありますので、お立ちの際は釣り革や手すり。よいしょ、荷物を受けたからだいぶすごい楽になった。そしてダメに着替える。俺ら一日何回着替えするんだよ。めっちゃ着替えてるやん。新千歳空港のね温泉初めて来た。ちょっとここで時間を潰します。フルーツ、
お土産買い中です。みんなに紹介する前にもう買ってしまった。ソーリー。カンタロウ、あ、カンタロウだこれ。カンタロウ行きます。あ、美味しそう。つけマグロ来た。トロタク。動画最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。あとは帰るだけ。Have a nice day. Where are you? 俺らが写真撮るときは降らなかったもん。